はい、こんにちは、トレーナー坪井です。今週はですね、鬼塚さんのトレーニングしてきましたということで、見てもらいたいんですけど、その前にですね、前回のですね、トレーニングの中トレーニングアップしたら、結構ね、同じトレーニング、ゆうまさんと同じトレーニング受けたいという方結構多かったので、で、受けれるのは受けれるので、予約結構空きがまだありますので、そういう時はホームページから、もしくは、インスタグラムから直接ダイレクトメッセージ送ってもらったら、日程の調整して、パーソナルトレーニング、僕のね、パーソナルトレーニング受けることができますので、ぜひ直接、メッセージの方ください。そして、今回のトレーニングでは、インスタグラムね、僕のインスタグラムフォローしてくれてる人は、チラッと見たかな、ボディビルダーの米谷、僕の後輩なんですけど、米谷式、ボディビルダー米谷式の肩のトレーニング、サイドレイズを、入れてますので、ぜひ見てください。で、ちょっとね、米谷式が分かんない人は、ここのとこにインスタグラム貼っときますんで、僕のインスタグラムからちょっとチェックしてから行ってみてください。結構ね、面白いです。それ見てから行くと、見てもらうと結構面白いかなと思いますんで。はい、そしたら、それでは行きましょうか。今週の大仁馬さんです。どうぞ。そしたら、二頭筋、はい、いきます。二頭筋。力こぶのところですね。オッケー。何キロでいけるかな。まま、鏡にアップしまって。はい。あ、はい、ここで。はい。で、上げて、下ろすだけなんですけど、はい、脇ちょっと開けてもらって、上げたときに、親指気持ち上になるぐらい、はい、で、ゆっくり下ろしてもらうと、力こぶのところと、あと開けると、この辺も、肩周りも来るので、これで、10回、上げてからゆっくり下ろしてもらって、これで、はい。よいしょ。フォーラー取るように行きましょう。もう腕力で、はい、1で下ろしたときは手のひら前に行きます。そうそう、そこからで巻き軽く開けながら2、そうそう、3、ゆっくり、そう、今9キロです、それ5、そう、ゆっくり下ろします。そう、6、こうなったらゆっくり、そう、はい、7、はい、8、上げるときはハンドを使ってもいいので、とにかく下ろすのをゆっくりいきます。はい、よいしょ、気にしたわけです。ちょっとこれ3セットできたんです。やばいな9キロ9キロ、だんだんだんこれがぐっとついてきて、なってきますか。13、16ぐらいまでいけると。9キロって言ったらもう9キロ、まあまあもうダメですね。米こう、そうもうほぼそんな感じで主婦の人コメやってくれて、どれ伝わらないですよ、これ俺これやから、これで俺がコメやっとったらすごいなってなりますけど急きのこれなるんですかね。映像上軽く見えるんですもん、これ急きの。あ、そうですね、コメやと思ってるけど俺がしんどそうな顔してあいつほんま力ないなと思ってると思うんですけど、いや絶対それはねないと思うんですよ。コメこうやってやってる、家でやってみたら分かると思う、それのしんどさが。いやでも結構ね、受けてほしい、受けてみたいっていう人結構増えてるんで。いや、受けてほしいです。一回、あ、そうです、みんなでやりますか。いや、やりたいですね。いや、これね、新人ピートも喋ってたんですよ。あのマリアージュの上あるじゃないですか。こう、大部屋かなんか。ああ、ありますね。あそこで。あれもできるんですか、あの、有酸素も。有酸素もいいです。エアロビみたいな。はい。そっちやったらみんなできる。もう一回やったことあります、お客さんとエアロビです。ただ、僕が普段こんな感じの方が多いんで。はい、ああ、そうか。1時間僕が持つかどうか。じゃあ、あの、こういうのを持つエアロなんですか。はいはいはい。棒を上げたりするだけの。あ、でもそれやりたいですよ、ね、どっかにちょっとやりたいですよ、ね、うん、でこれで登録者数増えたら、はい、やりましょう。やりましょう。ただこのどれぐらいで俺がそういう風に仕上がってくるかと思って、やっぱり影響あるんですからね。そうですね、言われましたもん。その時だから新ジピーも入れて。新ジピーは怪我しますよ何なんですか見てますか、新人見てください。いや、見てもらえますよ、この回は。はい、じゃあ見せると。よし、ラストいきます、せーの、引け、あと1セット
ね、米ですからね、皆さん。あいつほんま演技、演技でと思ってると思うわ、絶対これ。もうちょっとこう、見た目大きくしてほしいな。そんな感じなんですか。じゃあ、ファンの、多分これほとんどファンの人が見てるんですけど。はい。今ね、うん、この前だって僕ね、40キロやったでしょ、はい、はいはいはい、あれ3セット目って書いておいてくださいよ。セットがこんなになってるみたい。伝わりますよ、あれは。あれめっちゃしんどい、3セット目やからあの感じなんですけど。1セット目から40キロやったら普段は、じゃあそのファンの人はどういう目線で見てるんですか。いや僕らがもうちょっとぽっちゃりやと思われてるんで、はいはい、その力とかも多分あんまないと思われてる。でもそれ多分ファンだと思うんですけど、コメント書いてました、はい、お腹が可愛いって。そうでしょ。だからそれをちょっともうだからビフォーアフターあげないんですか。あ、そう、今あげれるかって言われます。ちょっと絞れてからのビフォーアフターです。でも分かるでしょ、顔とかでも。あ、絶対分かります。こことアリサの店で、はい、絞って鍛えて絞って鍛えてやっとったら、だからアリサさんも載せてほしいんですかね。載せてるんですかね。載せて、あ、YouTube は載せてないですね。インスタストーリーだけかな。ちょっと2つで僕とカボちゃんを改革してハートのビーズ、みんなめっちゃ絵柄だからってハワイ行きましょう。あ、いいですね。はい、3セット目いきます。よいしょ。ハンドを使っていいので、そんな感じだと思います最初、ね、あの人も最初のきっかけ何なんですか。何なんですかね。急に話されたんですか。あ、でもなんか番組でボクシングみたいなのやってて、はいはい、そっからトレーニング始めたかもしれないですかね。あ、そういうことか。そういうきっかけでその企画終わってもトレーニングを進めるか、ね、結婚されて娘さんから、はいはいはい、守らない。あ、別に僕守る人今といないんでそんな期待なくてもいいんですけど、まあ、でもそう、子供、僕の大学の後輩も子供できてからムキムキになりました。それだからあるんでしょうね、かっこいいお父さん、まあ、やっぱりちょっと年取ってからのお子さんじゃないですか、はいはい、やっぱりね、おじいちゃんには流れになりたくないんじゃないですか。確かに確かに。僕今から取ったら超えるでしょうね、あと35からやったら。次が、ね、これ僕インスタで上げてるんですけど、はい、米谷式、はい、米谷式、あのボディービルダーの後輩がいて、あ、見ました。あいつめっちゃ面白い。そう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 、今、そう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 、はいはい、あれ、あの今この冬だから穴越えてるんですけど、はい、ここから絞っていくそれはあの思うの、それ見てるのも思わないですけど、はい、ボディービルダーってもう形が命なんで、はい、で、前回このここまでやると、はい、ここまでだと足らないらしいんですよ、うん、真ん中しかつかないらしいので付け根から行きたいのでここまであります、はい、手のひら、内側、手の甲をこのままそこらにしてもらう。で、そこからゆっくり、はい、肘軽く曲げてもらって、上げて、ゆっくり、これね、ネチネチ、肩がネチネチきます。これ今、4キロ4キロね、4キロ。これ10回3セットいきます。はい、はい、せーの、はい、2、そうそうそう、はい、3、これも反動を使っていっていいので、はい、4、そうそう、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、
やった人しか分からないですけど、シャンプーできなくなるんで、もうほんまにこう手が上がらなくなるんで、あともう風呂がめっちゃ嫌なんですよね。トレーニングこうやったらね。だからあの家にいたこういう感じのアメリカ式のシャワー、はい、上からですね、はい、あれが一番楽ですね。確かにこういうの、それそうですね。ゼップナンバーにありますんで、ゼップナンバーでライブやったら毎回こうアメリカ式。ゼップナンバーって何人入るんですか？2000円ぐらいですかね。わすごい。椅子でも1400ぐらいです。わすごい。パチで1回2000円、後ろが400か600ぐらいなんですよ。まあ2500か3000は入るでしょうね。それはですね、そんな入ったら。そんだけ入って、僕が YouTube 出たら伸びると思います。だからその時は、はい、多分これ、お姉さんのおかげで、YouTube って100人超えたら YouTube ライブができるんですよ、うん、ああそうなんですね。だからもういけそうライブできるんで。ああそうなんや。ライブでステージ終わりの裏でね、氷頃にこうバーッと入るやつ、楽屋を YouTube ライブで、はい、いいっすね。やりましょう。そうだったの。やっぱり本番前にちょっと上げたパンプアップしなあかんねん。あそうですね。そんなってきたそれやんすね。そうですね。絶対入ってきて氷頃伝わるところまで、はい、ライブで流してもらって。うわいいっすね。やりましょう。はい、そしたら水ドリンク。はい、マジやりたいそれ。はい、せーの。はい、け。ゆっくりゆっくり、さあさあさあ。はい、十。横にゆっくり。オッケー、あと1セットいきます。オッケー。米谷に会ってほしいですね。会いたいですね、あの人ね。いや、いつ面白そう、めちゃめちゃ。いや、多分あの本人は、はい、芸人になりたいとかな思ってないんですけど、もうマジで芸人さんおったら呼んで突っ込ませたいぐらい。その人はその人ですか？あ、じゃなくて、違う、全然違う人です。あの人面白そうですね、確かに。そのものにそう。最悪困ったら、仕方をしたらなんか笑いになってくれるみたいな子なんで。見た目面白いですもんね。そう、見た目がそれトトロみたいですもんね、今。そうそうそう。いや、でもあれがあの LINE してるじゃないですか、はい、LINE のアイコンもう間違ってますね、ゴリゴリの。やっぱりなっているんで、見たバルク食べてる。そう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 。いや、すごいな。あまり脂肪内で筋肉にならないですもんね、最終大きな。今、平日が別の仕事で忙しいんで、はい、ちょっと機会あったら、あのまた呼んでトレーニングさせますね。どこでトレーニングされてますか、あの方は。あの、神戸の深江に住んでるんで、神戸か。その三宮のゴールドジムとか、あ、そっちの方。そうなんですね。そうそう、あそこまで行くと器具は違うんですか、やっぱ。器具は一緒なんですけど、こういうのが、がっつり系がいっぱいある。ああ、でも待たずにできる。そうそうそう、それはでかいですね、確かに。でそういうボディービルダーさんとかいっぱいおるから、話聞きながら教わりながらできるみたいな。確かに。しかもあのパーソナルも絶対そこがいいところですよね。あの器具待たずに、そう、普通のジムとか行くと、そう、待つんですよね。待つし、やってる時に待たれると、うん、早やめたようかなって思うじゃないですか、うん、それ僕行ってる時にめっちゃ思ったし、しかも僕知識ないから、うん、待ってる人がまあまあできそうやったら間違ったやり方してるやんっていうふうに思われたら嫌じゃんね。絶対こういうところがいいんですよね、初めは。そうなんですよ。はい、そしたら最後いきます。よし、せーの。よし、さあさあさあ、はい、ギュッ、付け根からいきます。ありがとう。はい、ゆっくり。オッケー、しておいてください。よいしょ。ありがとうございました。